越境三点ゼ3.0チャンネルの石田和康です。トレーダーズアルマナークの成田博之です。今週のトレーダーズアルマナーク。ーーークはい、今週も始まりました。成田さんよろしくお願いします。はい、ますさてと、と今回のお題、前回のちょっと続きということで、はい、今週のお題何でしょう今週はですね、プラチナですね。南アフリカランドとの関係性が抜群。はい、プラチナ。抜群。プラチナです。<laughs> はい まあ、あの、余談ですけども、結婚指輪。はい。なんですよね。<laughs> はい、ラチですね。日本人プラチナ大好きですから。はい、みんな大好き、プラチナということで、えー、まあ、ナンアランドとプラチナの関係について今日もっとお伝えしていきたいと思うんですが、はい、えー、こちらのコーナーは、成田博之のトレーダーズアルマナックの中から、面白いと思われるものをいくつかピックアップして、皆さんにダイジェストでお届けしております。えー、さらに深掘りして、もっともっと知りたいという方は、ぜひ説明欄のリンクの方から、成田博之のトレーダーズアルマナックの方をご購読いただけたらと思います。ぜひ皆さん読んでみてください。 ともう過去のデータ、はい、後で見ていただくと分かるんですけども、うん、まあ一緒に動いてますよね。一緒に動くんだ、はい、ほぼ,ほぼまあもちろん、多少その動きの幅と、多少のずれ、うん、タイミングのずれはありますけども、うん、まあ長いスパン見ると、この南アフリカランドとプラチナ、うん、もうほぼほぼ同じに動く。 まあ南アフリカ、プラチナ生産国ではあるけれども、はい、その通貨とプラチナが一緒に動くってなかなかね、うん、そうイメージわかないですけど、そんなに似たような動きをするしますね、うんまあ。パンデミック前の2020年とか前、2019、まあ、18は、どちらかというと、プラチナよりもランドの方が多く動いてたんですよね。うん。ところが、あの、2020年のコロナウイルスかっ 問題以降、うんえー、特にそのパンデミニックあの宣言後ですよね、うん、はランドよりもプラチナの方が動きがいいんですよねうんうこれはもうサプライチェーンがくれずれちゃってああはいはいありましたねそういう時期がモノ来ないプラチナない今車だとあの半導体がないから作れないとか言ってるじゃないですかそうですよね、はい、プラチナってあれでしょなんか確か自動車の触媒 かなんかで。はい。使うんですよ。使う。必ず使われますもんね。使いますね。うん、はい。なんで、もう必ず必要なんで。必ず必要ですね。えー、あのー、それがあって、去年は、どちらかというと、プランチナが先行して動いてる形。なので、まあ、関係性はあるんだけど、どっちかが、まあ、先に行ったり、うん、後に行ったりっていう関係はあるんだけど、まあ、大体、似たようなタイミングで似たような方向に動いていくと。 うん、なので、そういう意味では南アフリカランドをトレードする FX のトレーダーさん、うんまあ、投資家さん,、ねうんうん、はもう間違いなくこうプラチナを見とかなきゃなそ,うです、ね、えそれがどのくらい似たような動きするのかちょっとチャート見てみましょうよ。まあ、もう本当に今年、まあ去年からね、うんえー、プラチナの方がちょっと動きはいいんですけども、うん、まあ似たような波形ですわね。本当ねね山とと谷はほとんど同じよううなな動きますかそうです、ねまあ、似てるあ ちちゃくちゃく似てるんですよんまあさっき売れましたけど、まあ、パンデミック後はプラチナの方が動きがいいんですけども、うん、もうパンデミック前の価格をプラチナは超えちゃってるから、うん、まあそれだけやっぱりサプライチェーンのその、えー、が崩れてしまったことは、うんうん、すごく問題なんですよねんなんでどうしても買わなきゃ買わなきゃっていう,うんなんでプラチナの価格の方が先行してランドよりも先に動いちゃってるうんそうか 産業に影響してきますからね。はい、もう IT も自動車もあるし。そう。まあ、貴金属のイメージ強いけど、まあ、原材料ですからね、プラチナね。そうなんですよ。うん、そうすると、この前の、えー、今週のトレーダーズマナックで紹介した COT レポート。うん、はい、COT レポート。前回の動画ぜひご覧いただきたいと思うんですけど、はい、COT レポート、重要なレポートです。はい。 まあ、あの名前は知ってる人多いんですけど、うん、それがプラチナのものでカバーしてるのかというと、うんしまあ、ニューヨークの、えー、マーカーの取引所、まあ、今は四角のマーカーの取引所の中に入ってますけど、一部になっちゃってますけどプラチナの先物って上場してるんですよなのでこの取引明細がです、ねうん、毎週発表になるんですよね。で3グループ まあ時給に合わせたその生産者とかが入ってるコマーシャルっていわれるグループ、うん、であとはあの大口のトレーダー、うん、ファンド数字、ファンドそして一般トレーダー、この3グループいて、うん、多くはファンドの何がやってるかっていうファンド数字を覆おう,うとするんですよね。と、うん、いうのは、彼らが売ったらマーケット下がるし、うん、彼らが,上がっあの買ったら上がるっていうふうに思ってるんですけど、うん、実は逆なんですよ。で、でマーケットが上がったら彼らが買ってくるね。 ああ、そうなんだ。彼らが動かしてるお金大きいから、それでマーケットが動くものだと思ってましたけど。トレンド発生した後に追っかけていくタイプ。トレンドフォロー型アプローチとしているのがファンド数値なんですよ。なので、実はコマーシャルの方が先行した動きをします。うん そうなんだこの COT レポートの中にはコマーシャルのデータっていうのもかなり出てますのでそこを見た方がいいと南アフリカランドの時も説明したようにこのコマーシャルって基本売り持ちなんですね売りヘッジしてるでこの売りヘッジしてる連中がコマーシャルが売りヘッジしなくて買ってきた状態そうするとなんとその後にプラチナも動き出しちゃうじゃあそこか そこが買うタイ,ミングタイミング。買うタイミングで、すよねなんでそれが大事かっていうと、もちろんプラチナをトレードする人とか、うん、プラチナ年度型の ETF 購入してる人とか、うん、そういう人にとっては、非常にこのプラチナの COT レポートって参考になるデータなんですけれども、うん、最初に触れた、ランドと関係性が深いから、プラチナが先に動いたら、うんうんうん、ランドの価格が読めると、ううとランドの動きが読めるわけですよね。そううん 最近の COT レポート見ると、うん、なんとプラチナのコマーシャルは、売っててヘッジをめちゃくちゃ外してるんですよ。んだ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 んゼロになってきて。うん、これがプラスとか極力ゼロになってくると、バーン、うん、で、プラチナバーンの次にランドがバーン,バーンってことですよね。え、その間隔って大体何にか調べてくるとですね、4週間未満。うん、4週間か、ぶ分けど、具体的ですね。はい。うん、それで今、 最近は南アフリカランド一回ボトム打って反発してるんですけどもプラチナってずっと下がってるんですよ下げ止まって欲張り状態かなこの1か月間ぐらいその中でコマーシャルズがポジションをだん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 減らしてプラスの方に引っ張ってきてるんで今その最中なんですねだいぶ近づいてるんでじゃもうちょっと待ったらプラチナがバーンその4週間以内にランドがバーン これはわかりやすすいですね僕的にはね前回のランドのタイミングよりもこっちの方がなんか面白そうだなっていう感じしますみんな見てないからこっちの方が先行してるんだよねそう,そう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 ,そう去年からランドよりもプラチナは先行してるわけだからうん,うん、うん、だったら本当はランドやる人はプラチナ見るべきなんだよね、うんうん、そうですねえこれも大体あれですか10年間ぐらいのデータですかもっとありますもっとありますか、えー、データはもっとあるんだけど、うん、傾向としては同じですね うんコマーシャルズのポジションがゼロもしくはプラスになってきとから、うん、その後にプラチナが動き出すなるほど、ね、そしてランドが動き出すあこれだけどこの、ね、傾向が何年も続いてるってことはかなり心強いいデータですよね誰も知らないそうですよ、うん やっぱり、トレーダーって目先で儲けたいからりーー、うん、長いとか、バーンとか来るのを待ってられない人が多いんで、うんうん。そうですね。まあね、でも、なんか南アフリカがプラチナ生産国だということは分かってても、ここまで価格が似てるのか、価格の動きが似てるのかっていうのは初めて知りました。うんはい、しかも去年からはプラチナ先行ですから。うん、それがだからもうたい4週間っていう、その具体的な期間が見えてるっていうのが、はい これはいい情報ですね、はい、こういうところに目をつけないと、うん、一歩先をいけないヘッジファンドの特徴は、うん、その誰もが見てないデータを見たがるうんもちろんこういった COT レポートはもうか昔から彼ら見てますけど最近ヘッジファンド見てるデータ、うんうん、SNS とかも解析してセンチメントをかかってる、うん、それ前言ってましたねはい。えー、でしょ うん、誰がもうどんなつぶやきをしてるのかみたいな、はい、でよく言われるんですよ、どこにあるの、そんなデータ、うん、売らないよね、だって高く,売ってくれ買ってくれるんだから、それがフェイスブックとかの株価に表れてますよね、<ー>彼らのデータしか売ってないんだから、うんうんまあ、彼らのビジネスですよね、もちろんその、あのー、広告宣伝費は当然入ってきますけども、うんうん、それだけじゃないですね。うん それが問題になって個人情報をどうやって扱ってっていうのがもう何年か前にすごく話題になったわけですよね。まあでも投資の世界からしてみたらもう喉から手が出るほど欲しいビッグデータですよね。それはただでは出さない。そりゃそうですよね。でも出てるデータでも結構みんなが知らないデータでこういう先行してるデータがあるんだよね。しかも1962年から、ね、<laughs> リリースされてて。歴史を逆なうるとどうも1920年代にはこれに近いレポートあったの。 うんはい、で、それが、まあ、62年から、うん、あの正式に COT レポートという形で、出始めてるんですよね。うんうんうん、なるほどね。うん、このプラチナ先物の,のデータとか、COT レポートとか、まあ、そういったのを、こうやって、もう十数年分、全部、こうやってまとめて、まあ、傾向、そのバイアスの傾向っていうのを、まあ、トレーダーズアルマナックでは配信してるわけですよね。はい、そうですね。まあ、メジャーな通貨とか、市場がメインですけど、うん、5G ですよね。5G です。はい、皆さん、覚えましたか ?5G。<laughs> 為替株式債券、貴金属エネルギー、はいこの5つの市場の過去20年、30年、はい、毎日は50年とかね、はい、そのぐらい長いデータをて全部解析して、はいまあ、傾向と対策を練っているのがトレーダーズ・アルバナックですんで,、はい、で具体的に、ね、いつごろ何パーセントの確率でどう動くみたいなものが本当具体的に、あのー、配信されてますんで。 え、ぜひ投資家の方は、トレーダーズアルマナックの方も活用していただいて、はい、楽しい投資ライフをね、過ごしていただけたらと思いますね。すね一歩先を行ってほしい。一歩先ってほしいです。はい。え、関心のある方はぜひ説明欄のリンクの方から、成田博之のトレーダーズアルマナックの方をちょっとご覧いただければと思います。えー、今週のトレーダーズアルマナックでした。成田さん、ありがとうございました。